皆さんこんばんは。3月2日ボギーチャンネル、私主催の、日本の心参議院比例第4支部支部長のボッキーテドコンでございます。先ほど、放送を始めようとしてブラウザを立ち上げますと、なぜかログアウトになっておりましてログアウト、非常に、難解なパスワードなもんですから、3度間違えてようやく戻ってこれた次第でございます。今日も南の島の楽しく面白くおかしな話題をガンガンお伝えしどうもモンドさんこんばんは、こんでございます。タイガージェットシンさん、見えております。今どうですか、つながりましたか。再接続でございます。今再接続しまして、今度は有線でつないでみました。この方ですね、これこうして今有線でこうしてつないでおります。どうもチリブラッサムさん、徳能にいらっしゃ、ありがとうございます。来ました、映ってます、映りました。いやー有線、どうもアイオシリトさん、どうもこんばんは、こでございます。有線でつなぐとやっぱりちょっといいみたいですね。ということでこちらから始めたいと思います。改めましてこんばんは、3月の2日後、ボギーチャンネル、今度はなんか綺麗にスイスイ行ってるようですね。前に榎本さんに、有線接続するといいよっていうことであったんですけど、有線接続もやっております。菊江もさんお帰りなさい。もっとね完全に復帰してまたいつか南の島走り回っていただきたいなと思います。猫さんからも徳能ニラちゃん、宮城さんどうもありがとうございます。英樹さんいつもお気遣いありがとうございます。さて今日ね皆さんに新しい言葉が実はあるんですよ。これちょっと皆さんにお見せしようと思う新しい言葉がありまして、これでございます。最近ツイッターの中でかなり増えてきた口汚い連中ですね。レジャー活動家、レジャー活動家と言います。これ何かと言いますと、何でもかんでも政府のせい、安倍のせいにしてですね、自分たちがやってる違法行為、もしくは沖縄の平和運動家がやってる違法行為を正当化するという、そして地元への配慮、沖縄が沖縄がという割には地元への配慮は一切ありません。一切なし。そしてね、それどころか沖縄が差別が弾圧がネトウヨがということで、まさに自慰行為マスターベーションにふけて、これで相手が黙るともう行っちゃうっていう感じで、エクスタシーを感じてる人たちが、いっぱいいます。本当にガー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 。そうですね、小杉さん、小杉さんがすごい嫌いなタイプの人たちだと思います。本当に沖縄ではねこういったのをアヒラーと言います。アヒラー、アヒルです。アヒルのことを沖縄ではアヒラーと言いますけど、だいたいそんな感じの人たちが最近なんか妙に増えてきたっていう感じで、私のところにもなんとかのすけっていう、人の悪口しか言わない面白いやつが来ますけどね、もう本当に人たちってのこんなことしかできないのかななんてね思ってもおります。こんな人たちは、これ言葉作ったのは普通の沖縄県民スペック2さん、チャンネル桜でバカなリップを公開されたレジャー活動家、こちらから言葉をいただきました。レジャー活動家、何でもかんでも政府のせい、違法行為を正当化ということで、いやー本当にとんでもない方ですね。下にあるグルクンパラダイス、グルクンって言って
沖縄の魚の名前使ってますけど、絶対に沖縄の人間ではございません。もう外からね、あのネットでいわゆる活動家に、まあ、シンパシーを感じて、それを批判している方々にリプ飛ばしたり、汚い言葉に罵ったりして、それをレジャーとして楽しんでいる。だからこれっぽっちも沖縄のこととか、ね、日本のことなんてとんでもないですよ、うん、沖縄県民の民意がとかね、沖縄県民のためにとか綺麗事言ってますけど、何一つ沖縄のことを考えてもいない。本当にこの沖縄のことを真剣に憂えている人たちを罵ることがもうレジャーとしている人たちのことを、レジャー活動家というふうにね、はい、やっております。グルクンパラダイス4つ部やってるんですね。すごいですね、はい、っていう感じで、これからああいった人たち見ると、あのいわゆるレジャー活動家と呼ぶか、アヒラーと呼ぶか、アヒラーです、アヒラー、沖縄の方言でアヒラー、山城ヒロジーみたいなのはフェーレーと言います。フェーレー、フェーレーは山賊、アヒラーはガーガーいうガチョウのこと、アヒルのことをアヒラーと言いますから、はい、グルクンの唐揚げうまいですよ。でもあのグルクンパラダイスは食べられるんですかね。はい、普通の沖縄県スペック通さんがうまく料理してるようなんですけど、さすがでございます。私には到底及びません。さて今日もいろんなお話をしていきたいと思います。本当にもう変な方言ばっかりしてて皆さんすいませんね。はい、今日もあの方言どころか面白いお話いっぱいあります。まず最初にちょっとイベントのご紹介。はい、庶民集会のお知らせ、世直し自分直し、沖縄庶民の会、全県縦断キャラバン結構中ということで、あなたは騙されている、騙されている、はい、本当に基地はいらないのということで、中国の軍拡一体何のためということで、ガナーマサコさんと、まあ、ガナーのパパですね、それから、ガナーの親父さん、あの おじさんですね、あと江崎先生などそうそうたるメンバーがティーパーティーのような感じで、少人数、まあ、少人数といっても50名ぐらい、多くて100名ぐらいの方々といろいろ意見を交わすあのイベントをやっております。はい、ガナーファミリーですね。で今度実はあの今日開催されております、3月2日、はい、ハイバル町で開催をされておりまして、まあ、うちのズケちゃんと HK 仮面さんが言ってるんじゃないかと思いますけどね、私あのちょっと収録の絡みがありまして行けなかったんですけど、あの結構面白い話が聞けたんじゃないかと思います。4日はあの嘉手納町の、マルチメディアセンター、マルチメディアセンターで、開催され、8日は、勝連町で行われます。はい、11日は本部町、12日は浦添市、18日は泣き人村という感じで、すごいですね。はい、いやこれ半端なパワーじゃできないですよ。本当にすごいなと、はい、私思っております。ぜひ皆さんもね、応援してあげていただきたいと思います。さて今日はこういったニュースが八重山日報にデカデカと載っておりました。この写真に写ってる帽子をかぶってる方はヤスさん、タイという漢字を変えてヤスさんといって、沖縄左翼の活動家、結構暴力的な方ですね。はい、この方が写って、デマ沖縄偏見煽る MX 許さないと、ニュース女子放送終了、基地報道で批判、県民も出演ということで、いやこれパヨクがすごい喜んでるんですけど、喜んじゃっていいのっていうことであります。結局はこういった連中の圧力に負けて、あの MX がこのニュース女子 DHC テレビジョンの番組制作にくちばしを入れようとして断られたと。で断られたっていうことでね、非常に気まずくなってる中で、そんな干渉するぐらいだったら俺たちはもうあの東京 MX から出ますっていうことで、はい、DHC テレビジョンが東京 MX を、はい、見限って、はい、ここでのスポンサーを降りるということになりました。まあ、おかげでね、東京 MX、今まではこの、はい、ニュース女子で美味しい思いをしてきたんですけど、
こうしてね活動家たちが、もう押しかけるようになると途端に、まあ、何が縮み上がってしまいまして、この DH テレビ上に口ばしを挟もうとして、結局はそのねテレビ局の売上の 11% にも及ぶもう本当に大きなスポンサーを失うことになりました。ただこれね放送終了、これ八重山日報の書き方も私ちょっと良くないと思う、はい、放送終了じゃないんですよ、はい、放送終了ではなく他の、地方局では今まで通り放送するということです。地方局で東京 MX からはもう撤退しますけど、他の地方局やネットの方では普通通り放送しますよっていうことですので、さあ貧乏くじ引いたのは結局東京 MX だけだったんじゃないかと思います。それとこれがね問題化してDHC シアターっていう会社名が DHC テレビジョンっていう名前に変わったんですよ去年。私はこれね意味もなくこの会社名を変える必要は私はないと思っております。つまり DHC テレビジョン、テレビジョンということは将来的に独自の私は放送局を作る、そういった思いがあるのではというふうに踏んでおります。できれば沖縄にねメインの局を置いて、そこから全国にキー局を広げていくようなことをやっていただければ本当に面白い。ですから左翼がこうしてね MX がとね追い詰めた結果やぶ蛇になっちゃうということもありえます。そして私しっかりと、はい、DHC の味方をしております、応援しております。はい、ちゃんとね私はDHC 買ってるんですよ。このビタミン B ミックス、これ飲むと口内炎できません、一切できない、口の中噛んでも口内炎になりません。でフォースコリー、これ非常に体にいいということで私の、はい、ファンが送ってくれたやつを今継続して買って飲んでおります。ちょっとお腹がゆるゆるになるところが非常にいいんですけど、まあこのような、ね、わずかではありますけど少しでもやっぱり DHC さんの、ね、手助けになればということで、私お手伝いをさせていただいております。ぜひ皆さんもね、安いやつでもいいですから、ぜひ DHC の商品買ってDHC さん応援してあげてほしいなというふうにね思っております。ビタミン C 3年もう本当に KSM ワールドさん笑わせてくれますね。はい、そうですね、シェリーさんなんか100均で売ってるのとは全く違うような気がします。はい、だから今100均では絶対に買いません。 DHC オンリーでございます。ぜひ頑張っていただきたいと思います。はい、さて今日はちょっとねこの人の話をしてみたいと思います。石垣島市長選挙、ミサオ&資料秘書ということで、まあ、この人たちがどういった立ち位置なのかなっていうふうに思ってる人たちもいたと思いますけど、はい、応援弁士に来る方がこの方でございます。風にね前髪が吹かれてすごい若々しく映ってるのが大長知事、つまりオール沖縄のメンバーたちなんですよね。はい、そうですね、ずれてるといえばずれてる、ずれている、何がずれてるんですか本当に。はい、榎本さん敗戦受け売りって言ってますけど、今回このね大長さんが応援しているこの候補非常に面白い。私のところに送られてきた写真こんなのがあります。トン、いや、 やっぱりねオール沖縄っていうのは全体主義ですよね。そして独裁主義、法律も反戦平和の前に、反戦平和とか表現の自由の前には書き消されてしまうというとんでもない考えを持った人たちですので、基本的にこれと何も変わらないんじゃないかというふうに思っております。なんか雰囲気もそっくりですよね。はい、そしてね私が今日ドン引きしたのはこの市長候補の宮原さん、はい、宮原美沙夫さん、今度はこんなことで
パフォーマンスしてます、ドン。あのね、はい、あのね、いやしくも石垣市の市長を目指す方がですよ、ね、餌を与えないでくださいっていうね、あの助け合ったり、みんなのゆるキャラになりますってかな、ミミィのかぶりもんをして、かわいいよって。これが皆さん、市長を、あの、目指してる方ですよ。小杉さんが動画見ました、怖くなりましたと。いや、これ電波ですよ。いや、沖縄っていうのはね、電波強い人いましたよ。こんな人が。もしかするとね、この人といい勝負するぐらいの電波。そう、ディズニー、これ皆さんぜひディズニーに報告してください。これ。ね。この電波の具合っていうのは大体これと一緒ぐらいじゃないですかね。はい。ほとんど変わらないと思います。ね、東京都知事を目指す方がこういうことをやっていた。そして、石垣市長を目指す方がこんなことをしていると。これってね、政治の劣化じゃないですか、劣化。劣化。いや、私の秘書が見たら噛みつきますよ、これ、不審者と思ってから。そのぐらいね、もう情けない。あの、ぜひ皆さん、これ、あの、私の、ツイッターに URL 載っけてますんで、ぜひディズニーの方に、あの、報告あげてもらえますかね。はい、多くの人たちがあげればあげるほど、やはりシリーさんモザイク入れてくださいって入れてあげたいんですけどね、もう、はい、ぜひ皆さん後で動画の方も見てください。あの、本当に情けなくなります。はい、もうこんなのが出てきてね、あの、みんなのゆるキャラになりますって。この前はあのディズニーのね、あのアナと雪の女王のかぶりもんして、あのピンクレディーのダンスもあるよって言って、いや、もう本当に、ね、南大阪のあしこさん、もうこんなのが選挙出るんですよ。もう頼むからやめてくれというふうに私言いたくなります。はい、さて、こういった沖縄なんですけど、今日のタイムスこういうの載ってますね。はい、観光業月収2万733円減と。はい、本当です。ミニーに失礼ですよ。はい、沖縄観光業がすごいね、今もうどん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 観光客が増えてると。県とね、県の観光課、尾長知事は大喜びしてますけど、観光業の月収っていうのは2万円減ってるんですよ。つまり数を増やすために沖縄をね、沖縄を安売りしてるっていうことがこれであらわに、まあ、なっております。まあ、ただです、沖縄のね、この県民の所得っていうのはこんなもんですよ。はい、あのコールセンターが一番時給高い、それでも1000円ぐらい、はい、IT コンピューター関係で900円、あの販売サービス800円ぐらい、飲食も800円、観光も870円、医療はちょっと高いんですけど900円、2000円までいきません。私の知り合いも1000円いってませんでした。950円ぐらいでしたよね。はい、そしてあのすごい仕事のきつい運輸運送ドライバーなんかは841円、841円。いや、もう本当にね、みんなね、こんな中で一生懸命頑張ってるんですよ、沖縄のね。特に沖縄というのは非正規雇用多くて、あの手取り、これ総支給でこんなもんですから、手取りになると13万とか12万になっちゃうわけなんですよね。まあ、そんな中でさっきのような方がですよ、ミニーの格好をしてね、市長になりたいんです僕っていう感じでやってるっていうのが本当に情けない。はい、まあ本当に沖縄ね、政治がああいうふうにやっぱり程度が低いから県民も苦しむんじゃないかなっていうふうにね、私は思っております。あの、ああいうね、ふざけた格好をしてる暇があったら、ぜひあの県民のために、市民のために頑張ってほしい。それと国際通りに変なのが現れました。トン。
はい、私はモザイクなんか入れます、遠慮なく。何ですかこれ、北海道のマークをつけてじいさんたちが沖縄に来て何かやってますよ。皆さん北海道の方います？はい、わざわざ北海道から沖縄に来て、はい、沖縄に来てこういうふうに何をしてるんだろうっていうのは私本当に不思議に思います。はい、横から見るとこういう感じ。日米地位協定が子どもたちを殺すと、日米地位協定が子どもたちを殺すと、なんで北海道のね、うん、マークつけてやってるんですか。沖縄県民からしたら北海道は憧れの地ですよ。そのね、憧れの地のマークをつけて何を沖縄でまたマスターベーションしてるんだろうななんてね。そう、北海道とか沖縄の北海道でやればいいんですよ。なんで沖縄でわったわらばった守ろうと、沖縄方言で書いてますけど、お前北海道から来たんだろうと、本当にもううんざりします。こういったのもレジャー活動家なんですよ。金と暇が余ってて何かいいことをやってあげようっていうことでね、やってる。俺はいいことしてるんだっていうふうにやってて、沖縄の目抜き通りの国際通り県庁前でこんなことをねやってて、本当にマスターベーションそのものだというふうに思っております。でマスターベーションは新聞にもあります。はい、これ新報さん、沖縄への差別と犠牲、宮崎賢治さん80歳。ほらね、また出てきた。もう新聞に投稿する人大体こんな、ね、年代なんですよ。先の戦争で戦災にあった時、熊本県の益城町に疎開したと。はい、戦時中そこには夫婦と子二人の沖縄からの疎開者がいた。彼らは馬小屋の屋根裏が当てられ、私たちは母屋の畳まであったと。だったらその時にお前が代わってやれよかったのに、ね、その時には何にもしないでこう言ってます。これは差別であると。あのね、差別っていうんだったら、なんでその時にお前たち変わらなかったのかと言うんですよ。この差別は江戸末から存在し今に至ると。いやいやいや、私なんか沖縄県民ですけど本土に差別されてるなんて思ったことないですよ。それにね、沖縄がね、差別と犠牲っていうのも全く私感じておりません。なんで県外の人間がね、沖縄人間が感じてないことをね、あるというふうに言ってるんですか。そしてこの差別犠牲を跳ね返すには非武装独立、もうね、あの追い先短いんだから、もう無責任なこと言わないでいただきたい。もし非武装独立っていうんだったら、あなたの家はね、あの消防もいらない、警察もいらない、強盗が入ってもね絶対に歯向かいませんって言って紙貼っときゃいいんですよ。それでね、あの幸せになるんだったらそれでいいと思います。そう、差別意識、こんなのばっかりなんですよ沖縄の新聞はね。はい、そしてこんな書いてます。操られるように自らの力で平和国家建設を目指すのは希望がある。独立の道を選ぶのであれば本土の老人だが支援したい。勝手にするなと、ね、80なるじいさんが勝手に沖縄で、ね、独立運動を、ね、支援するなんて言うなと、無責任。本土にも支援者多くいる。いや、それいるでしょう、パヨクがね、うん、私のように米軍基地を受け入れるべきだと考える国民。ほう、どこに米軍基地を受け入れると書いてたんですか、ね。そしてすごいですよ、米軍基地が本土に移設されたら本土の人はどのような振る舞いをするのか興味がある。もう本土にあるじゃないですか米軍基地ね。振る舞うなんてあるんですよ本土に。この方見えないんですか、80人もなって本土に米軍基地あるなんか見えないんですかね。はい、そしてこう結びます。人口30数万人のアイスランドなど沖縄より小さい国は世界にたくさんある。すべて非武装かそれに近い独立が成就したら脱日社。脱日社って何ですか皆さん。脱日社となってね、移り住みたい、いりません。あなたがね、北のねパラダイスに行きゃいいことです、ね、脱日社だったら日本国からね年金ももらうなと、日本嫌いなんでしょと。いや、危ないですよこの人、のりぞうさんね、うん、異常すぎますよ。でこういった人たちに沖縄が、まあ、利用されている。
本当に残念すぎる、ね、秋久遠さん熊本なんですか、後で名前調べてみてくださいね、ググると出てくるかもしれない。そう、ね、あのシェリーマルさん言うようにいつでも出て行っていいんだよっていうふうに、ね、なんで必ず沖縄に来るんですか、いりません、こんなねアナーキズムな人間いりません、ね、大方沖縄を独立させて特権階級として入ってきたいはずですけど、とんでもないもう願い下げでございます。もうこんなのばっかりですよね。さて、今日の、おきさよ、今日のおきさよですけど、相変わらずこんな感じで大騒ぎしてます。なんと長崎からお越しです。長崎、いやー長崎からね、長崎大の教授2人と学生が訪れたっていうことで、一体何をしに来てるんですか。ここに来ないでね、辺野古のね自治会に行きゃいいんですよ、ね、辺野古の公民館に行ってそこで地元の人たちに話を聞かない、そこには行かないでこのねゲートの前に来る、もう本当にね恥ずかしい。それも県外、長崎からお越しです。はい、これが沖縄の平和運動、本当に呆れてものが言えません。他にもありますよ沖縄の平和運動、次はこれですね、トン、はい、2日午後3時米軍キャンプシュワブゲート前では搬入が行われています。30人余りの市民が修羅海を守るなど抗議していますと。この人たちですよ、さっきのちょっと画像に戻りますけど、この中に反基地運動家っていう項目ないですよね。反基地運動家、みんなね生きるために一生懸命働いてるんですよ、みんなでですよ、はい、ね、こういうね時給の中でみんな一生懸命頑張ってる、そういった中で平日から仕事もしないでですよ、仕事もしないでこうして基地の前でアウアウしてて、なんでこの人たち生きられるんですか。30人そうです、宮城さん30人、僕らが行ってる頃いっぱいいましたよね、50人60人、多い時に120人ぐらい詰めてましたけど、逮捕されたがどんどんいなくなりましたね。はい、でもね、新聞社が違うと人数また変わります。今度はタイムスさんになりますと、今度40名になります、40名、はい、タイムスさんは40名、新報さんは、はい、30名になったりとか、いやーすごいですね、本当に毎日毎日こんなことばっかりやって生活できてる。そう、取材者発表ですから本当は20名ぐらいしかいなかったりしてね。はい、猫さん、普通に数字は変わります。そう、川田さん、お金どうしてるのか、こういう活動年金だけでできるんですかということなんですよ。だから政府、あと国道事務所は早くね、どん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 違法テントを撤去して彼らの居場所をねやっぱりなくしていく、やはり外来動物根絶のためにはそういったのが住むところをやっぱりどん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 潰していくとどうしてもいなくなりますよね、はい、それと同じような感じで彼らがこの集まっている拠点をどん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 なくしていく。あ、市はね今出してないです、菊右衛門さん、市は今度保守が取り戻しましたんで全く出ない、はい、いやもう本当にこういった活動ばっかりやってて本当にこの人たち不毛すぎますよね。はい、私はそういうふうに思っております。こんな人たちばっかりが沖縄に押しかけてきて、沖縄をね騒がしております。まさにレジャー活動家、もう沖縄に来ることがレジャーになっちゃってるんですよこの人たちは、ね、沖縄に行って反基地運動に参加したぞっていうことが一つの勲章になる、ね、いいことしてるんだっていうそういった偽善の中で満足感を得てるんですよ。俺はいいことしたんだって目をキラキラさせてね、エクスタシーに浸ってる。しかしそのね、
この人たちの目の中には地元の人なんかこれっぽっちも映っていない。そして違法行為ですら、ね、あの安倍政権の弾圧があるのをお前ら見てるんかって、つまり自分たちが違法行為をして、ね、排除されてることは棚に上げて、ね、それを、ね、排除されてるからやっていいんだっていうおかしなロジックに陥っているのがこの人たちでございます。まあこんな感じで、でたらめな沖縄の平和運動、まあ、これからもどん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 また皆さんに実態を明かしていきたいと思います。しかし職業別の所得の一覧に反基地運動家ってなかったですね。実際にはあるとしたらどのぐらいあるのか私は楽しみでございます。でもお金なんて言っておりません。私はニラです。皆さんさあせーので言いましょうね。彼らの報酬はニラニラでございますよ。ということで今日の放送をこれで終了させていただきます。皆さんどうもありがとうございました。